はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、はい、ちょろちょろ関です。お久しぶりでございます。今日も楽しくポケットモンスターじゃない、スーパーペーパーマリオを実況していきます。よろしくお願いします。はい、というわけで前回なんかゲストを倒して終わりましたね。はい、で次のステージ行くところで終わったと思いますんで、今日はそっちから始めていきたいと思います。はい、大ゲストの、大王ゲストの足をかいくぐり、なんとか海を渡ったマリオたち。服を乾かす暇もなく、彼らはカメレゴン城に向けて出発します。なんだか暗くなってきたぞ。見上げるとそこには太陽を隠すほど天高くそびえる大きな大きな木。マリオたちが歩む道はその木の根元に向かって続くのでした。はい、なんかバオバオみたいな木が出てくるんでしょうね、多分。登って登って、やこら。よし。タイルツリー、なんじゃそりゃ。でけでかなんじゃこりゃ。めっちゃでかいやん。キモ。これを登っていくんかな、んじゃ。みたいやな。これなんや。まあや、行こう。ほいほい。あー、ほっ、よし。ここは下手に次元技使ったあれですよね。落ちますね、多分これ。あっ、ほほほ。待って、何だっけ。違う。あ、便利メニュー。オッケー。違う。こや。はい、ピーチ姫、行こう。絶対これの方が、空中飛べるし、楽やと思います。あ、違う。ほら、これ絶対便利。よいしょ。おい、何これ、あ、遅なるやつか。はい、ジラジラキの股間、スミジル、どれ捨てよう。スミジルかな。あ、いらないです。ん、どういくんや。あ、こうか。あっと、おい、あ、よいしょ。え、ん、わからへん。いきなりか。あ、なるほどね。よし、ほいほい。ん、何これ、なんじゃあれ。よいしょ、あれなんやろ。今はピーチ姫で当たって、間違えた。ん、なんじゃこりゃ。がん、ば、れ、ハート、なんじゃこりゃ。キモい。これは渡れへんのか、これ。よいしょ。あー、間違えた。てって。危ない。あかんな。下手やな。よいしょ。これは敵倒さん方がいいんかな、危ないし。ほいと、ほい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 。んーで、ここやな。おー、すげえ。面白っと、動くんかい。ほい、あ、いた。よいしょ、強いな。ほいじゃーい。んで、い
て、こいつ何キモ。お、強い強い。ん？なんやろこれ。えだ。不意打ちやろ今の。ここ気になんな。あ、無理か。なにこれ。下手っぴかよ、ほんま。おっと、仕留めるぞ。来い来い、よし。強っ強っ、来い。よいしょ、あ、いた。ミスった。おい、あー、もう下手に倒したらあかんよな、これ絶対。あーかーんって、危ない。これスルーの方向で行っていいんかな。スルーしようか。あ、いいです、入れません。はっから入れんな。あー、やってもだー、もうー。ほい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 、よし、やっといけた。なんやろここ。おー、すげえ金や。金金。ここにこうやったら実はあるみたいな。ないか。そんだけか。なんか寂しいな。あんだけ頑張ったのに。ほい。やっぱピーチで行くのが一番いいな。安全。ん？なんか聞こえるぞ。ほいほい。ほい。ほい。ん？なにこれ。枯れた木のツタが扉に絡みついて開かない。え、おじゃん。クッパで燃やすとかだ。ほい、ちょ、間違えた。どうなったっけ。あ、下や。どうや、どうや。遅いぞ、タイムラグ遅いぞ。よーし、クパナイス。行こう。その格好で入るか。よっしゃい。せっかくやからクッパで行こうかな。ん？何今の。え？セーブボタン、あ、セーブボタンじゃ、セーブスイッチと今これ押しましょう。え、なにこれ。え、なにこれ。なんか変わるとこかな。謎解き系かな。とりあえずマリオで行こうかな。あ、なるほどなるほど、オッケーオッケーオッケー、わかったわかった、わかったよ。青のスイッチを押したら青の足場ができて、赤のスイッチを押したら赤の足場が出るとかじゃないの？じゃないの？で、ほら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 。よし、行こう。おい、おい、何これ？何これ？何これ？こいつ。え、強っ。何こいつ？で、押して、出て、で、これに乗って、こいつ倒そう。すいません、ちょっと、めんどくさいことしましたね、すいません。で、押して、
切って来まして、登って登って登って押しまして、登って登ってほい、うんうん、捕まえたろ、よいしょよいしょ、投げたろ、あ、嘘、手際の悪さね、これ。うわ、これ敵は無視した方がいいんですね、これ多分ね。いた、くそ、この野郎。はい、出ます、登る、待って、よしよし、落ち着こう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 落ち着いていこう、あっかん、落ち着こうよ。よいしょよいしょよいしょ、乗って乗って、で、ほい、ナイス、よーしよー、おー、あ、なるほど、で、ここで赤にしてもこれで登れるってわけだ、いや、難しいね、よいしょ、で、登るのか、痛い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 、あれ当たったか、あれ当たったか、あれ当たったか、おい、結構むずいね、これ。俺下手なだけか。痛いって。もう二度と食らわんわ。よーし。はぁ、しんどい。よいしょ。ほい。ん？こうかな？おー、いいね、はい、うおー、なんじゃありゃ、マジで、おい、無理や、え、これどうすんのやろ、消えます、え、ちゃん、無視やな。これは分からへん。んで、ここどういくやろ。ちゃうよな。分からへん。こうで、こうで。こうやろ？ん？分からへん。こうじゃないよな。分からへん。どうしよう。これは出しとかへんとあかんやろ？え？え？わからへん。で、登って。あ、わかった。わかった。おい、で、じゃないんかな？え、違うんかな？どういうことかな、わからんぞ、乗れへんのか、あれ乗れへんのやんな、
あ、やばいやばいやばい。でもそれしかなさそうやしな。わかんねえ、どうしよう。これよ、これこれこれね。え、わからへん。え、違うよな。わからへん。アクションコマンド。ああ、これこういうことか。ちょっとわからんな。ちょっと待ってくださいね。はい、続きわかったんでやっていきます。実はここさっきこれをやったんですけど、多分これ移動してる時はこの消えマウスの効果が出なかったような気がするんですよね。でこれ止まったら実は避けれるみたいなことが分かりまして、はい、結構悩みました。5、6時間ちゃう、30分ぐらいかな。考えた結果すっごい、あーやばい、なんか単純なことでね、はい、これ使いましょう。え、何これ。HP が自然に回復するぞ、やった。何このおしゃれ機能。よし、じゃあどんどん行こう。ほっ、よーし。んでここを押して、あー、これな、こういう仕組みやったんですね、これね。気づくの遅すぎっていう話っすよ、ほんま。すいませんね、なんか。え、マジで嘘やん。判定おかしいやろ。ほい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 、よし。これで多分いけるようになったと思う。よし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 、オッケーオッケーオッケー。あー、よかった。単純なことでよかった。ほい、あかんて、あかんて、あ、うそやん。鬼やろ、あいつ。まあ、そういうことなんで、ちょっとやっていきます。よーし。あいつは絶対。これどうしよう。うそやん。ひどない?同じ過ちをしてはいけない。待って、トル投げる。こいつひどいで。どうやって出そう。なんかないん。なんかなんかなんかない。なんかないのかな。じゃあこれやろうか。ヘイ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 。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。はー、よかった。よしよし、順調。んで出てきて、よいしょよいしょよいしょ。あ、そういうことか。なるほど、オッケーオッケーオッケー、わかりましたわかりました。こうやってからの
こうやな。でも、もう慎重にいくよ。ここまで来たら、ここまで来たらもうね、あかんよ。あー怖い。よし、オッケー、じゃーん、ピーチ姫。ピーチ姫のカード、何それ。あー、こんにちは。行こう。これでミスしてまた落ちたらもう嫌やな。乗れるか、よし、待っとこ。早く来い、早く来い。落ちへんぞ、絶対絶対落ちへんぞ。よいしょ、よし。このステージほんま飽きまへんで、むずい。んで、こっちかな。なにこれ、なにこれ。あ、そっか。いけへんな。なにこれ。スルーでいいのかな。ちょっとわからへんな。ピーチ姫に帰って、ほい。あ、無理か。マジで。むっつ、なにこれ。消えますかな。やっほー、いけへんな。乗るとか、ほい。おー、すげえ。はあ、すごいな。あ、オッケーオッケーオッケー。ボムドッカンにして置いて登ると。あ、そっか。ほいほいほい。はあ、難しいな。よし、行こう。順調順調、よし。びっくりした。で、これを押すと。はぁ、むずー、これむずいで。ん、これどうやって押すの。あ、こうか。違う違う。おー、ちょっと、もういいや。なんか渡したっけ。もういいや。よーし、いけた、いけたよ。めっちゃ時間かかっとるわ、ほんま。あかんな。ほいほい。でもこれむずいで、ほんまに。セーブしよう。セーブします。はい。あ、ゴールじゃないの。お、イベント。やっと来たね。ほんまやったやで。あ、変態仮面。なかなか来ないから帰っちゃうかと思ったよ。ボンジュールヒゲヒゲくん、僕のこと覚えてるかな。僕はノワール伯爵の部下、華麗なる魅惑の同騎士変態仮面。
君と面と向かって会うことができて最高にハッピーだよ。だから君には最高のおもてなしをしなくちゃね。何？It's a Dimen World。 ここは僕が作ったDimen空間。この空間に入ったものはいつもの256倍のパワー。なんでそんな中途やね。発揮することができるのさ。つまり僕の力はここでは256倍。君なんか指先でプチッかもね。え、マジで戦うん？おい、買ったんで、なめんなよ。よし、ほう、なんじゃこりゃ。なにこれ、さあさあ、僕の分身攻撃を右。分身、なんじゃこりゃ、やばいって。おい、避ける避ける、へい、こっちやな本物は。来いやこら、おい来いや、届かへんて。届かへん、来い、こっち来い、こっち来い。弾幕やな。よし、なるほど、避けたろ。はぁ、待て待て、タイム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 しよう、タイムタイム。待って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 新鮮野菜食べよう。うまい、弾幕、ほい、よし、甘いな。結構やるじゃない。でもどうして、このディメン空間の中ではパワーが256倍にアップするはずなのに。何、二人ともこの空間にいるから二人ともパワーアップするんじゃないかって。あアホやろお前。もちろんそんなことは最初から分かっていたさ。これは僕なりのおもてなしなのさ。気に入ってくれたかい。今回はまだほんのオードブル、次はもっと素敵なひとときを君に約束しよう。頭大丈夫かよこいつ。それではヒゲヒゲくん、ボンボヤージュ。お疲れさんです。どうしたん、やっぱあいつは変態やなって思ってるのかな。もうちょいかな。なかなかやるけど、まだまだ伯爵にはかないそうにないんだよ。彼らにはもう少しパワーアップをしてもらわないと。何言ってるの、マリオ十分強いって。お、落ちるんかい。おいおい、あ、ジュゲームいそう。痛いって痛いって、痛い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 、こいつ来るな。あと少しやんな。こいつ腹立つな。このあースタッフもひどいな。こういうところにジュゲも送って、ほんまに痛いって、ほんまに。もうムシムシムシ、え、ボールは、お、え、すげえ、え、すげえ、お、ほい、おー、やっとかよ。はぁ、あ、コインコイン、よいしょよいしょよいしょ、やっとゴールかよ。時間かきすぎやろ。ステージクリア。絶対時間かけすぎや。これまでのゲームの内容セーブしますか。もちろんセーブします。いや疲れた。すいません、やば、ほんまむずい、ゼルダ並みにむずい。ちょ待って、すっごい疲れた。
うわー、でも次でボス戦やな。ちょっともっと頑張らへんと。はい、というわけでね、はい、すごい、まあ動画内では全然時間経ってないと思いますけど、実際すっごい俺時間経ちました、すいません。次回ボス戦頑張りますんで、その分許してください、ほんまお願いします。というわけで次回もご視聴よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。バイバーイ。